狙った通り、走行列車は脱線してひっくり返った。作戦大成功。でも敵は逃げ去る私に機関銃を撃ってきた。鉛玉を食らう寸前のところでガリアードさんがアギトの巨人で私を守ってくれたの。すごいわガビお前の勇気が多くの同胞の命を救ったんだ。お前はエルディアの救世主だあなたは自慢の娘よ、うんうん、ダイナ、ガビは戦士になれそうなのかい？ああ、ガビが鎧の巨人の継承権を得るのは決定的だと思う。それはよかった。一族から二人も戦士を授かるなんて誇りに思うよ。あとはあの島に住む悪魔どもさえ消えてくれればエルディア人はみんな幸せになれるのにね。でもライナ、お前でさえ島の悪魔から逃げるのがやっとだったんだろ。ダメだよお父さん。凶悪で残虐な悪魔たちの住む島に5年も潜入してたんだよ。どんなに辛い目にあったか機密情報じゃなくたって言えないよ。そうだな、我が老いよ、悪かった。いや、話せることもある。俺はあの島で軍隊に潜入したんだ。連中はまさしく悪魔で残虐非道な奴らだったよ。入隊式の最中、突然芋を食い出した奴がいた。教官が咎めると悪びれる様子もなく答えた。うまそうだから盗んだと。そんな悪党だが、さすがにまずいと思ったのか、芋を半分譲ると言った。しかし、差し出した芋は半分には到底満たないものだった。奴らに譲り合う精神などないからな。本当にどうしようもない奴らだった。便所に入るなりどっちを出しに来たのか忘れるバカだったり、自分のことしか考えてねえ不真面目な奴に、人のことばっかり考えるクソ真面目な奴、突っ走るしか頭にねえ奴に、何があってもついていく奴らだったり、それにいろんな奴らがいて、そこに俺たちもいた。そこにいた日々はまさに地獄だった。少し話しすぎた。忘れてくれ。